続いていました。これは要注意だね。これ北朝鮮戦でも今のところを使った得点から生まれているのね。そうでした。イービナがこのように飛び出していって、イービナのクロスから最後11番のチョン・ソルビンが合わせるというプレーでした。今みたいにね、韓国はだから回さない、日本はね、しっかりと1回1回寄せることが大事ですからね、はい、しっかりと対応できたと思いますね。コルビさん、はい、日本のベンチは岩渕を呼びました。